こんばんは、神谷優でございます。4月21日の火曜日の夜でございます。再びコロナウイルスの営業がねひたひたと出てきておりますが、月1回のライブ今晩も、頑張って歌っていきたいなと思います。センチメンタルライオンさんがですね、今日一緒にツーマンを予定してくださってたんですけども、ちょっと諸事情によりまして、私一人になりましたので、まあ1時間ぐらいお付き合い願えればなと思います。ある日突然僕が消えてしまったら君は悲しむかな。同じ立場に置き換えれば考えたくもないけど、不確かなことばかりが周りに拷問を置きすぎるから、疲れてんじゃないって聞く君のことがこの上なく愛おしい。特別などいらない、劇的でもなくていい、高らかな望みなど何もないから、どうか君を消えないで。広い宇宙から見れば些細な出会いだとしても、この心の世界のすべてでこの上ない真実。お先に寝るねと君が寝静まった夜に不意に込み上げた思いは朝には消えてしまう。その前に特別などいらない、劇的でもなくていい、ささやかな望みだけひとつ叶えて、い
つも僕のそばにいて、その願いに願いを込めたおやすみを、ありがとうございます。何をしていても、うまくいかない、不器用さ加減も度が過ぎれば、そりゃへこむ気持ちもわかる。あえて言葉はかけないでおこう。悩み抜くことで、それはそれは素晴らしい世界が見えるだろう。この声が、この歌が、肩を落としてる君の背中を押す風のように、冷たくも温かくも優しく沿い泳ぐように。Thank you.
も弾んでいくかもね。その声に存在に幾度助けられたろう。安らげる今この僕は君のそばにいれる。この声がこの歌が語ろうとしてる君の背中を吸う冷たくも温かくも微力でも優しく、そよぐよ。ありがとうございます、なかなか梅雨が明けませんね。本当になんかずっと1週間先を見ても雨マークが続いてまして、なんかこんなになんていうんですかね、ずっと雨が続くっていうのもなんか久々に経験してるなと思いながら日々過ごしてます。祇園祭りがね、今年はコロナウイルスの影響で、すごく規模を縮小して、まあいつもやったらね京都の、この7月の半ばっていうのは、なかなか賑やかな街中になってるわけですけども、まあまあこの状況なんでそんなことができずですね、まあ規模を縮小して祇園祭のね、先祭りかの、方向の巡行はなかったんですけど、まあね祭りはあったんですけどもね、なんかそんなんもいつもやったらこう祇園祭りが終わってピタッとこう梅雨が終わるっていうのがなんかなんとなくいつものなんか感覚なんですけど、それも相まってなのかよくわからないですけども、やはりねなんかどんよりとした日が続いて、まあここね 2,3 日晴れてますが、まだまだちょっとなんかね雨マークがある、そんな毎日ですけども、まあ暗いニュースばっかりなんでね、なんか、なかなかこう思うこと多いですけども、そんなんもね吹き飛ばせるような感じでね、元気な曲を2曲ほど歌いたいと思います。
光る水面の上、鳥になって低く光る空と海の隙間、自由自在に遊ぶ上昇気流の風、うまく乗って行動を上げる、遥か彼方へと続く光の道、からかできるリミット、その羽を畳む前に、ほら未知の世界に近づくことなかれ、楽しむくらいでいい。突然降り出した悲しみの雨風も、そう君を試してる嵐の後に笑え、いつか描いてた世の目に映ってる景色、態度を噛んで捉えるんだ、そうもう視界は開けてきてる、いつからかできる理不尽なことは世にざらにあって、職場も学校も家庭でもさ、時代は埋まってる70億人のうちの誰一人として同じ人はいない、神秘の厄介さを未来の世界の機械みたいにコントロールされて失ってく何かは忘れたくない、分かり合える友達
が終わりに眠る、その前にそっとあなたを包むような、お疲れ様、抱きしめるミュージックを。ねじ曲げられることがあったとしても、決して交わらぬ人と必ず出会って、心の土に植えた苗が育ってくほど根深くなった、本音の厄介さも出会って別れて学んでゆくうち、誰かを許せる心に憧れなんかも抱いたりしてる、oh! 決して人は一人では生きてゆけぬ、そんな方百も承知のなのに、なぜに人は人で悩むんだろう。食べる量が増えてゆく、飲酒量も増えている、そんなストレス社会で戦う、替えのきかぬあなたを、許しあげる恋人もきっといろんな苦悩を抱いて、街の中で今日もがいてる、疲れ果てた一日が終わりに眠る、その前にそっとあなたを、お疲れ様、抱きしめるミュージックを、抱きしめてミュージックよ。2曲ほど続けました、バード、お疲れ様と歌ってまいりました、皆さんどうお過ごしでしょうかね、GoTo キャンペーンとかね、まあ、今ちょっとニュースでねよくやってますけども、まあこの後ね世間一般では4連休みたいな感じでね、休みの人もねいるかと思いますが、なかなかね、外に出づらい環境ではありますので、まあでもやっぱりね、なんていうんですかね、ソーシャルディスタンスをね守ってね、ある程度こう外に出かける人もねいるんかなと思います。
あ楽しいことのね一つや二つというとなかなかね今の時代は本当にね生きづらい世の中になってしまいましたけども、こう家となんていうんですかね、まあほとんどこう家っていう場所のねなんか大事さみたいなことがね最近こうひしひしと感じるわけですよね。まあそこにしかいないからですよね。まあそういう意味ではこう実家であったりとかね、こう近親者というかねほとんど近しい人としか会わないような生活ばっかりなんですけども、まあ折に触れてこういろいろこう、親であったりとかね親戚、それこそ家族のね、まあまあいろんな人のこう顔を見る機会の方が多いわけで、まあそういう人たちをこう思うとやっぱりこうありふれた幸せっていうのは非常に大事だなと、まあ一番最初に歌ったささやかな望みもね結局そういうことを歌ってるわけですけども、まあそういうことをこう大事にできる人で、皆さんもねあってほしいなと思います。はい、そんな思いを込めた歌をその日々の尊さよという歌を歌いたいと思います。の2階のベランダにツバメが巣を今年も作った縁起がいいと誰かが言っていたけど実際苦労の多い両親どこを切り取って幸せか見えてることだけで幸せが小さいそれぞれの価値観でしか測れない。 いやいやそれより今晩の食卓に味噌汁があることの幸せをつつましい暮らしの中笑い合えてるその日々の尊さよ。久々に地元で飲んだ夜夢追い人既婚者人の親選んで道ではあるのだけれどないものねだりはいつも消えない。思い通り切れたら幸せか苦労ばかりすることが幸せか人生それぞれの価値観でしか測れない。それより久々に履いたズボンから現れた500円の幸せをつつましい暮らしの中舞い合えてるその日々の尊さよ。別れと永遠の誓いセレモニーが続いた週末複雑な気持ちが胸の中を渦巻いているとは
界へ囲む人のぬくもり どこを切り取って幸せか見えてることだけで幸せか小さいそれぞれの胸の中にしか答えなどないや些細なことから幸せを悲しみの先にある幸せをつつましい暮らしの中支えてる人々の尊さお水をコップ一杯いただけますでしょうか。すいません、なんかねあまりにもこうあの外にこう出たりとかしなくなるとですね、なんかすごいなんか知らん間にすごいなんか自分の中にモヤモヤが溜まってたのかね、わかんないんですけど、まあ自発的にこう何も考えずですけど、ちょっとね滋賀県の、あ、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、今キンキンに冷えた水をいただきました。はい、と滑りしておりますが、ミルクボーイのネタをしました、なんかねちょっと何の話をした、フラッとねこう琵琶湖の方に行ってですね、ぼーっとこう、琵琶湖を眺めているというね、病んでるんかなと思いながら、そんなねなんかこう、息抜きもねこうしながら、自分のねこの人生のね、まあ、つい、昨年ですか30を、30歳というね節目を迎えてこう新しいスタートを切れたらなと思って、こう自分の状況の環境の変化とかはねすごい自分で、作っていったわけですけども、まあなんかそういう、このね、コロナウイルスの状況下の中でこうシルバーウィングスも、頑張って営業をしているわけですけども、何かこうこの配信とかねそういったこともなんか、オーナーはやっぱりこう今まではね、そういうふうなことにこう取り組んで、ね、いなかった部分というか新しいことにこう挑戦して、そんなこともね始めながらね、なんかすごくいろんなことの形が変わっていく、そんな時代の変化になるんかなって、そんなことを思いながら、ターニングポイントという歌を歌いたいと思います。いくでー、
最前提として好きなものは好きだと言える揺るがぬ想いは持っておいてよ。仮面つけたよ、今笑えない舞台の上で踊らされてるならここへおいでよ。道きさも謙虚さも演じすぎて欲しい感情のバラ打ち切れんばかりに膨らむを生きがるしかた君に飾ら今開けるよ。知ってるはず。ターニングポイントはいつも日常なく散りばめられてたどこをつかすかあなた次第。走る無邪気な子供の顔に学ぶ明日には笑えるよりを生きづらかった君に戸惑の蹴り入れるよ。誰一人味方や しんどいときはもうしんどいって言いましょうね今の歌じゃないですけどね、なんか息苦しいときとかね、本当にあると思いますんで、なんかねそんなときがもしあれば、
近しい人、なんやったら私、このシルバーウィングスにね来てちょっとね、息抜きでもねしてもらえたらなと思います。音楽というのはなんかそういう、人の心をね癒す力があると思います。まあ僕の音楽にはそういうものはないかもしれないけど、いろんな人のね、音楽っていうものが、それぞれのね皆さんの力になるような気がしますので、いつもね音楽は寄り添っていると思うので、ぜひまたシルバーウィングスにもね足を運んでいただけたらと思います。まあいろんな状況下ですので、今日あのピアノ弾こうと思ったんですけど、ちょっとギターで、アルバムにはね収録させてもらった歌をねまあギターで弾こうと、金木星という歌を歌いたいと思います。金木星の咲く頃になるといつも思い出す、この世界にはどうにも無力な自分がいること、今でも覚えてる、辛い涙を流してた君のこと、何もできなかった、あの日の後悔もすべて、どうか今の君が心から笑える、そんな毎日過ごせているように、ただ風に乗っている、沈黙という空間の中に潜む残酷さ、大切という思いと体は同時に動かない、例えば目の前に辛い涙を流してる人がいて、あなたは今何をしてあげられるだろう、暗い夜の知らんで空を隣で見上げ
られるような優しさを持ってたなら、今でも覚えてる辛い涙を流してた君のこと、何もできなかったあの日の後悔も全て、どうか今の君が心から笑える、そんな毎日過ごせているよ、ただ風に乗っている、この街の片隅で。人生を振り返る時が来て、自分は幸せと胸を張れるだろうか、伝えきれないほど
くれたこと、そばにいてくれたこと、いつも守られてた。今さら気づきました、あなたがいてくれて、今日の僕がいる。伝えきれないほど溢れるありがとう。約1時間歌ってまいりました。今歌った歌なんですけどね、なんか生まれ変わってもまた僕でいたい、そしてあなたとまたここで出会いたいというね、フレーズを繰り返す歌なんですけども、僕自身はですけども、生まれ変わっても自分と同じ人生を生きたいかと言われれば、生きたくありません。ただ本当のことを言えばね。でもなんか、じゃあなんでそう思えるのかというとですね、なんやかんやこう紆余曲折はしてますが、自分の人生に非常にね、その時その時をこう満足してね、生きているからだと思います。我が人生に一片の悔いなしとは言いますが、なんていうか、そういう意味をね、なんか歌に込められたらなっていうのも思って、作った歌なんですけども、まだタイトルもついておりません。ただですね、このフレーズ、生まれ変わってもまた僕でいたい、そしてあなたとまたここで出会いたいというね、この歌詞をですね、これから多分ね、いろんな、場所で歌ったりとか、僕がライブで歌ったりもすると思うのでね、なんかみんなでこのフレーズをですね、なんか合唱できたりしたらいいなと、そんな風な気持ちで、またね、いつかこうシルバーリングスが、たくさんの人に、溢れてですね、そこでこうみんなで大合唱できたらなって、そんな日を思い浮かべながら、作った歌なんでね、またぜひね、覚えていただいて、みんなで一緒に歌いましょう。
まあ大変な世の中ですけども、皆さんのね毎日が、それぞれがこう人生の主人公で、輝いているように、そんなことを願いながら、最後にですね背中という歌をお送りして、終わりたいと思います。まだまだ大変な、環境ですけども頑張って、やっていきましょうね。諦めずに、いろんなことを、また、みんなで笑って過ごす日が来ると願いながら、最後に背中という歌を歌って終わりたいと思います。どうもありがとうございました。神江でした。実はもがいていて
婚とも家族も受け入れはできない。ビール瓶には自分でも少し驚くほど受け込む顔が映っていても、目の前のことに迫る現実にただ愚直に立ち向かい受け止めている。君の背中が頑張る姿がなぜか優しく撫でる。少し酔った帰り道、角で手を振る。La la 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 la
の釈迦明でした。遅くまでどうもありがとうございました。また来月も歌ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。釈迦明でした。King of